カラミザクラはバラカサクラ属の植物。桜の一種。名の通り中国原産であり、実は食用になる。別名としてシナミザクラ、中国王刀などの名前を持つ。雄水が長い。中国では王刀と呼ばれる。夏季は早く3月上旬からとなる。このため花が咲いている時にはまだ葉が生えていないことも多い。花は5枚一枝。 直径は2センチメートル程度と少林。花の色は白から若干光色を帯びる程度。一棒に二輪か三輪の花を咲かせ、実もこれに順じ、二つが一棒になっていることが多い。湯水が長いのが特徴。花びらは180度近くに開く。樹木としては小高木程度で、大きさは10メートル以内に収まる。木の表面は灰色じみた褐色であり、 枝を多く伸ばす傾向がある。枝は横に伸び若干下向きになっている。葉は深く巨子のようになっている。実は食用になることが知られている。大きさは1.5センチメートル程度であり、はじめは緑色で徐々に黄色を経て赤く熟する。現在、食用種としては西洋み桜が使われることが多い。佐藤錦などの種も西洋み桜を改良したものである。 これは辛味桜は若干酸味が強いためである。ありがとうございます。